本作「立秋」は愛犬家だった川端粒子の微笑ましい日常が垣間見える一作です作品を描くにあたって初期が去らないのに立秋の2文字からは爽やかさがあふれてくると粒子が述べているようにどことなくアンリ・ルソーの作品が想起させられる画風でもありますが画面にはギボ子や宝泉花といった植物が描かれ 残暑厳しい自宅の庭の様子が表されています今でも粒子公園の粒子の旧宅の前に水がを持ってくると当時と同じような光景を再現することができます粒子は飼い犬を作品中に登場させることがよくありますこの作品に描かれている愛犬の名前はムクと分かっています制作の前年に 朝日新聞に掲載された犬のの実というエッセイでリュ氏は自分はいつもその日の筆を置いた夕暮れ前のひと時を犬と遊ぶと愛犬かぶりを語り長い毛並みに白いブチがあるムクの名前が紹介されていますきっとこの作品に描かれたムクも暑い中庭でたくさん遊んで 水を飲みにひょっこりと粒子の前に現れた場面なのでしょう。この作品が描かれる頃、昭和恐慌から続く水増の不況化において、国際情勢も悪化し、新聞紙上には非常時という言葉がたびたび登場するようになります。その緊張感の高まりを忘れさせてくれる粒子の優しい眼差しが本作には。 溢れんばかりに表されています。